クロネコアマズライトチョッピーせーのクロネコチャンネル、イエーイ。掘り出してみて体重測ってからボトル決めようかなと思います。ただちょっとやっぱマットが怪しい。はい、どうもどうも、クロネコチャンネルのクロネコです。ありがとうございます。いやー、今日はですね、実は公立高校の自己推薦入試があったんですね。で、アマゾナイト受験してますので、受かるかどうか。全体的な倍率がね、2.49 倍とかそんな言ってましたね。ということはまあ、3人に1人とか、そういう感じでしょうかね。うん。受かってほしいなと思いますが、まあこればっかりはね、ちょっと宝くじだと思ってね、待ってみたいと思います。お疲れ様でした。おっと、トゲコちゃん餌を食っております。夜だから出てきたんだね。美味しそうで食べてるね。結構ね、バリバリボリボリ食ってますね。でも今日はトゲコの動画ではありません。今日はですね、幼虫の餌交換の動画です。この子たちはですね、アフリカの唯一のオオカブト、ケンタウルスオオカブトですね。カブトモのみかんさんからいただいた子たちなんですけど、3ヶ月経ちました。餌交換をしていきたいなと思うんです。ただちょっと怪しい、マットの状態がね、なんか怪しいんですよ。どうなんだろうっていうね、ちょっと怖いんですけど、まあ無事だと信じてね、ちょっと出してみたいなと思います。では今日も餌交換頑張っていきましょう。今回はですね、大きさの予測がつかないんでね、掘り出してみて体重測ってからボトル決めようかなと思います。ただちょっとやっぱマットが怪しい。こんなになっちゃってる。そこの方でずっといるんだろうか。なんか難しいらしいんですよね、ケンタウルス。無事だといいんですが、掘り出してみたいと思います。あららら、大丈夫かなこれ。いや、なんか嫌な予感しかしないんだな。やばいんじゃないかこれ。あら、マジで、わ、マジか。みかんさん、ごめんなさいかもしれません。やちゃー、やばい、やっぱ飼育温度が合ってないのかも。うん、これはやばいですね。あら、ダメだ。いないです。いや、いない、跡形もないや。みかんさん、ごめんなさい、跡形もないです。うっそー、温度でしょうね。マット、いや温度だろうな。一応無添加系のね、カブトムシマットなんで、マットじゃないと思うんだ。温度だと思います。20度あたりの温度じゃダメなのか。うわー、ちょっときついなこれは。いやー、やっぱりですね、ひょっとしたら全滅とかいう可能性もあるのかも。なんか難しいらしいんですよ、ケンタウルスね。話によるとですね、いえー、怖いなこれは。ごめんなさい、本当に。美川さんいただいたんですけどね、ごめんなさいとしか言いようがないですね。とりあえず他の子たちもいるんでね、掘り出してみたいと思います。やばいぞこれは。嫌な予感しかしねえぞこれは。マジで、生きててほしい。なんか嫌な予感。温度帯がやっぱ合ってないのかもしれない。あー、やばい。いや、これはやばいな、全然。あ、
ました。なんとか、なんとか生きてる。思ったよりもちっちゃいですね。食べてないのかな？やっぱり温度かな？とりあえず体重を測ってみたいと思いますが、マットが合ってないのか、どうしよう。いやでもうんこはありますね。よし、体重測ってみたいと思います。あ、なんか新鮮なうんこ出してる。大丈夫かな？食べてるってことですよね。一応うんこ出してるってことはね。はい、ではね、体重計の方はですね、これでいきたいなと思います。おっ。よし、こんな感じだろ。ちょっと乗せてみましょう。体重、いきます。はい。いや、柔らか。マシュマロみたい。5.4 グラムか。これはどうなんだろうか。わかんねえけど、ひなかぶとであるまいし、小さすぎる気がしますね。やっぱ温度かな。一応 5.4 グラムでした。さあ、3投目行きましょう。1投目、お星様。2投目、5.4 グラム。3投目は、これどうなんだ。マットはね、乾燥してはないですけどね。育ってる育ってる。2頭目はそこそこの大きさでしたね。あ、でもまあこんなに小さいもんなのかっていう、 10g あるだろうけど、はい、体重の方 12.2、12.3、12.2、12.2、 まあ12ですかね。 12g としておきましょう。思ったよりも成長しないと思う。大丈夫ですかね。ちょっと心配です。4投目ですね。よかった、とりあえず全部欲しいっていうことはないと思うんだが、これは大丈夫でしょうか。あ、でもうんこがいっぱいあるので、おこの子はでかいぞ。はい、前ミトと比べるとね、絶対でかいです。20超えてるのかよっ。はい、体重いってみましょう。 21.7。 そうっすか。この子はまあまあの成長具合なのかな。一応大カブトっていうぐらいですからね。まあ、そんな大きくはないんですけど。はい、いよいよ最後の子なんですが、どうなっちゃうのか。これはどうなんだ。やばいんじゃねえかな。もうなんだこれ、劣化しすぎだな、これ。ちょっと時間があれか。3ヶ月言わず、もうちょっと早く交換しろってことか。いますね。よかった。一匹欲しだったけど、とりあえず、あと残りの子たちは無事でした。よかった。なんつうかですね、すごく柔らかい。マシュマロ？マシュマロ的な感じですね。柔らけえ。はい、体重行きましょう。この子もまあまあの大きさになってくれてる。20はないかも。行きます。12.6。らい差が出るもんだね。12ということは、2つ前の子と同じぐらいの大きさか。3番目に掘り出したことと同じぐらいですかね。はい、これで一応全頭です。散々迷った挙句に、今回はですね、1500のボトルを使うことにしました。
まあ一応大兜っていうぐらいなんでね、うん、これぐらいの大きさで、であんまり詰めておりません。ほぼほぼね柔らかく、うん、まあ今回はちょっと失敗したくないっていうね、そういう気持ちでおります。では入れていきます。うん、マシュマロだ。手触りマシュマロ、あ結構凶暴。はい、入っていちょ入っていちょ。あーちっちゃい、どうして。はい、新しい餌食ってください。はい、よし、ちょっと離して、もっと離して、はい、入っていちょ。よし、はーい、入ってもらいましょう。まあ、まあちょっとこんな感じで、あー揺れてる、ごめんね。どうしてもね、こうスタンドに当たっちゃって手が。よし、こんな感じでいきましょう。はっ、いやーほんとね、なかなかうまくいかないっすよね。まあこれがまあ魅力っちゃ魅力なんですけどね。うん、いただいたものなんでね、まあなんとか頑張って全頭化したかったんですけど、あーなかなかですね、難しいっていうことでしょう。お疲れ様です。はい、ということでアフリカの大カブト、ケンタウルス大カブト、とりあえずは5頭中4頭無事ということで、はい、うん、弱いイメージだったんでね、うん、1匹星になっちゃいまして、すごく残念なんですが、まあどうなんだろう、うん、できたら全頭行きたかったんですけどね、うん、ちっちゃい子もいてね、かなり不安です。どうなるんだろう、なんて 5.5g とか全然成長してないですよね。はーい、どうなっちゃうか分かりませんがね、まあ大事にしていきたいなと思います。じゃあ今日はこれでお別れです。またよかったらね、コメントなんかで感想聞かせてください。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。